阪神門別ゲイト2軍で先発調整継続。阪神門別ゲイト投手19ガコンボムファームで先発調整することが8日明らかになった。久保田投手コーチが甲子園での投手練習後、次回もファームです、もう先発調整と明言した。門別は久々の先発となった7日のウエスタン広島戦U で4回に安打無失点と好投。久保田コーチは良かったですね、とりあえずファームで先発で普通に回っていくという感じですと説明した。今季の大ブレイクが期待される中、不測の事態に備えて先発の準備を進めていく。阪神ファン、門別くん高橋くんを投げ抹消でローテさせられたら最高だよなと思ってるだろう。俺も門別待ってるよ、期待してるで。門別ケイト先発決定マジ。不測の事態とかではなく、前回炎上した村上や西勇輝あたりが次の登板で不甲斐ない投球を続けるようなら即座に入れ替えればよい。こういう旬の投手は機会を見誤らないことだ。ローテの投手陣も今一つピリッとしないので緊張感を持たせた方がよい。もう2軍でやることがない。門別が上がれば今の6人ローテから1人外れる。相乗効果で先発陣のレベルアップになればなおよい。長いシーズン最初の6人でローテ回せないから、門別は本当にいろんな意味で大事な戦力です。ゴールデンウィークに9連戦と変わればチャンスあったけど、今年のゴールデンウィークはそこまでの連戦がないから、あくまでも不測の事態に備える感じかな。とはいえ村上も去年雨で試合が流れてローテが崩れた時にチャンス掴んだし、チャンスはありそうだ。ここまでのローテーション投手一通り見ましたが、中継ぎで出てきた門別が一番良い球投げてましたね。このままファームで投げさせるのはもったいない気がします。ファームとの戦いに慣れてしまって、それ以上の力が出なくなる恐れがありますので、やはり1軍でも投げささないと実力やらいろいろ勉強になると思いますので、よろしくお願いします。今のローテである6人は相当なプレッシャーでしょうね。特にコントロールが定まっていない青柳はリーチかかってるよ。門別は即1軍先発でもいいので気なんだけど、1軍ローテの投手との兼ね合いでタイミングを測ってるのかなと感じますね。西優もうかうかできん、点もらって吐き出す癖を直さないと勝てない。いくら強力スタートでもね、展開流れを大切に。今の先発陣だと門別起用は早そう。村上、西優あたりの次回登板次第では来週あるんじゃないかな。不測の事態か、誰かの代わりじゃないのか。2軍ではなく1軍で投げてもらう方がいいやろ、もったいない。1軍でのピッチングを見たい。村上次第で村上のところに入るかもしれないですね。わざわざオープン戦で隠すこともなかったね。1軍でどんどん使えばいいのに。まだ高卒2年目だし、使いすぎての故障だけは避けたいですね。長いシーズンですので、先発陣で不調故障者等が出てきますので、その時まで待機でいいと思います。去年も最長6回とかだったと思うし、2軍で徐々にイニング伸ばしてって感じなんでしょうね。今日の村上試合じゃないでしょうか。また初回に大量失点するような、来週火曜日は思ったより先発が打たれよるからな。中継ぎうんぬん言ってられんくなった。村上ラストチャンスかな。門別良かったみたい、足は読みたい気もする。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。